ちゃん。こんにちは。一触即発疑惑ということでですね、はい、これはどういうことかというと、はい、6日に神宮で行われたヤクルト阪神戦で5回に阪神の攻撃中、サイン伝達を疑われるような行為をめぐって両チームが争う一触即発の場面がありました、うん、あったよね、はい。まあ、場面を振り返るとさ、まあ、バッター佐藤、はい、でセカンドランナーに近本、一塁ランナーにマルテがいて、はい、で近本が変な動きをするんだよね、はい、でまあどういう動きをしたかというと、ちょっとやってみるけども、はい、こうやってリードをしてて、はい、で最初にこう左手を上げて、で次に小さく2回上げるんだよね、はい、こういう動きを見せたんだよね、はい、でそしたらサードの村上があれはちょっと伝達事項じゃないか、佐藤に対して伝達行為ですね、うん、伝達行為じゃないかということで、うん、村上がちょっと抗議をするんだよね、まあ、はい、抗議というか指摘をしますよね、指摘をするんだよね、はい、それ指摘されてもさ、あの動きっていうのはやっぱ疑われてもしょうがない。俺は阪神ではやってないと思うんだよ、はい、そうか。これなぜかというと、はい、あんなねやってても幼稚な伝達法はね今ない、はい、だからやってないとは思うんだけども、うん、まあ例えばそれがね疑惑を呼んでしまったら、はい、例えば佐藤に対してキャッチャーが構えインサイドであれば左手を上げてるっていうことはコースを教えてるっていう、そういう疑いをかけられても仕方のない行為なんだよね、うん、はい、だから近本の動きっていうのがこういう疑惑を呼んだんだけど、はい、一触即発になったんだけどもさ、まあセカンドランナーっていうのはコーチから声がかかるんだよね、ショート近いぞって、はい、確かにヤクルトのショート吉田が近本の真後ろにいるんだよね、はい、でコーチが近いぞって、まあ一塁コーチも声をかける時あるんだけど、そういった時にこう距離感だとかショートにもうお前後ろにも分かってるよっていうのを見せるために左手を上げたり右手を上げたりする行為っていうのはランナーではあることなんだ、はい、指示に対して分かってますよっていう、分かってる分かってる、はい、僕が近いの分かってるよっていうのは、はい、こうコーチに対して了解っていう合図でもある時があるんだよね。だから村上に対して阪神ベンチがものすごい野状とかです、うん、で村上もこっちに向かっていこうとしてたよね、はい、もう猛然とこう進んでいってましたよね。そう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 、いやだけど俺は近本のあの動きっていうのはやっぱおかしいと思うよ、うん、やってないとは思うけども、はい、疑いをかけられてもいけない行為だったと思うよ、はい、ね、だけどあの時の審判が、はい、両監督を呼んで、うん、やっぱこう仲裁に入ったよね、はい、あれはねすごい審判団のいい行為だったと思うよ、うん、お互いの気持ちを収めるため、はい、まあ収まらないと思うよ、はい、やってないのに疑われたらそれは怒るよね、はい、でも疑わしい行為をしたのが自分のところのチーム、はい、でもやってない、もうものすごい複雑だったと思うよ、うん、で矢野監督もそんなことで優勝したって全然嬉しくないし、いい成績を収めたって全然嬉しくない、はい、もうその通りだよね、うん、そういう不正の中で勝ったとしても本当に誇れるかって言ったら絶対誇れる優勝ではないし、はい、俺は阪神はそんなことやってなくても十分戦力的に強いと思うし、でヤクルトの村上もやっぱ何回やっても阪神に負けない、分が悪い、よく打たれる、そうなってくると何かをやってんじゃないかって疑いをかかって疑いを持つっていうのはこれはね野球やってると自然な行為なんだよ、うん、そこでこういう動きを見るとさ、村上はおかしいと思ったんだよね。でも村上のあの勇気ある行動というのはやっぱり称賛されて俺いいと思うんだよ、はい、これなぜかというと、うん、そういう不正をもうなんていうの、不正はしてないよ、だけどそういう疑わしい行為もやめようよっていうような一石を俺は投じたと思うんだよ、はい、罵声は浴びせられたけどねものすごい、ね、でも村上も強いよ、はい、行こうとしてたから、はい、だからその勇気とかことに関しては俺は称賛していいと思うんだよね、うん、ただやっぱ阪神とヤクルトに遺恨が残るというか、村上に対してはもう容赦なく行くみたいな、うん、そんな雰囲気これから出てきそうな
そんな感じもするよね、はい、だけどそれを超えて村上が打てるようになったらまた素晴らしい選手になるよ。今でも十分素晴らしい選手なんだけどさ、はい、やっぱりこういう行為というのはやっぱり良くないという、うん、はい、やっぱりこう今までもこうこの2チームっていうのは、うん、こうそういった、うん、一触即発まではいかないにしても、うん、お互いをすごくライバル視するというか勝つためのこう細かなところにまで執念を持って戦ってるっていうのがすごく現れていたと思うんですけど、まあ、そうだね、まあ、そういうところにもやっぱ現れて今回のようなことになったんですかね。過去にも、うん、その山田哲人の背中にドーンともうデッドボール当てられたりとかさ、はい、もう山田が絶好調の時にそのデッドボール一つで山田がちょっとおかしくなった時があるし、うん、だからまあそれも勝負の一つの上のことなんだよね、はい、で今プロ野球を見てるとさ、なんか友達感覚というかさ、うん、そういう厚さが伝わってこない、うん、そういうことがある中でやっぱ村上が取った行為っていうのは正義だし、はい、俺は素晴らしいことだと思うよ、はい、やっぱ勝ちたいよ。そうです、ね、やるからにはやっぱ勝つことを前面にこうなんていうの表情に出すタイプだしさ、はいはい、だからそういう意味ではあの村上の取った行為というのはやっぱ12球団に対しての影響があったと思うよね、うん、こう村上選手のこう内に秘めてるものがもう一気に表に出た瞬間だったんですよね、うん、でまあ最近は乱闘なんていうことはもうまず目にすることがなくなったので、ね、うん、すごくハラハラする場面だったんですけど、場面だったよね、はい、うん、だから非常にあの村上のその勇気にはね俺拍手を送りたいし、うん、で近本の行為っていうのはやっぱ改めなきゃいけない、はい、やっぱコーチがやっぱりちゃんと教えなきゃなる、うん、こういう行為は疑われるとかそういうことをしっかり教えてやってほしいと思うよね。で、まあ、阪神がやっぱり今首位に立ってる、はい、ね、そういうこう疑惑をかけられるだけでさ、それにケチがつくっていうのはさ、やっぱせっかく調子がいいチームにもったいないじゃない。だからもう早急にやっぱこう改めてほしいし、はい、うん、そういうスパイ行為っていうのは永久追放になるぐらいの重い処分を下される時があるからね、はい、だからそういうことがないように、まあ、やってないと、やってないからやっぱ阪神ベンチもあれだけ怒ったし、うん、だからそういう意味ではでも行為は疑われても仕方ない、はい、それだけにあのなんていうのかな、正当に、まあ、やってほしいと思う、はい、まあ、今日のゲームなんかは本当にどういう試合になるのか見応えがある、はい、なんか非常に注目度が高まった、うん、まあ、これからもねヤクルト阪神戦、阪神ヤクルトの戦いにはなっていくよね、はい、だからヤクルトもやっぱ村上の行為を見てると本気で優勝したいっていうのがやっぱ伝わってくるシーンだったと思うしね、はい、うん、で近本も素晴らしい選手だけにさ、はい、そういう疑いを持たれないように本当にあのまあ、なかなかこう、まあ、俺もセカンドランナーでこうねショートが近寄ってた、ああ分かった、こうちゃんがの声聞こえた、分かったっつってこうやってね、こう手でまた分かったって動いた時もあるしさ、それはもう伝達ではなくてコーチとのこうやり取りもあったしね、そこをこう疑惑をかけられないようにするっていうのもやっぱそのテクニックではないですけど、こううまく自分でやらなきゃいけないことの一つですか。だからセカンドランナーはねもうそんな変な動きしたらダメだって。もうそもそもがこうやって首を動かしただけでも、はい、あれなんかやってんじゃないかって疑うやつは疑うし、はい、だからもう普通にしとかないとダメだということだよねそんな中、うん、あの近本選手の行動っていうのはやっぱり何か意味があったのかなって思ったりだするでしょ、はい、ね、俺は単純に俺はコーチからの指示、ショートが近いぞというようなことで、もうただ単純に吉田が近いぞっていうことで OKOK、うん、ベースの距離感だとかこういう風な感じで測ってたのかもわからないし、うん、はい、もう癖みたいなものも一つ、そう癖みたいなのもあるよね、なんでしょうかね、うん、で必ず投球前にちょっと右足が動いたりとかね、うん、するランナーもいるし、はい、でそれが行為じゃないかって言われると疑惑をかけられても仕方ない、はい、だから非常に難しいんだけど、ね、あまりにも動きが大きすぎたからさ、うん、またこの今回のことで近本選手が自分がランナーに出た時にそこを意識しすぎてなんか変なことになるっていうところまではないですかね。まあそれはもうやっぱこうもう割り切ってやるしかないし、うん、自分がちょっと気をつけるしかない、はい、ただその時に構えがインサイドであったらまあ明らかに伝達だって疑われても仕方がないという行為だったよね、はい、うん、だからまあ遺恨になるかもわからないけども、はい、
まあ根には持たないようにね。そうですね。だからもう阪神もやってないし、村上もそういうことで言ったわけじゃないし、うん、はい、だからまあ穏便に済ましてほしいなと思うよね、はい、だからお互い調子のいいチームだけさ、うん、まあまあライバル視するっていうのは大いに結構だけど、はい、そういうこう不正があったとかないとか、うん、変な疑いをかけるとか、まあ動きがあったらかけるのは当然だけど、はい、まあそういうものはまああんまり気持ちの中に残さないように、はい、まあ、戦ってほしいなというふうに思います、はい、じゃあうまく切り替えて、そうだね、また真剣勝負戦ってほしいです ね、 はい、はい。